せーの、さあ始まりました、少量チャンネル、翔太です、りょうです、少量です。というわけで今回の動画は、はい、目隠ししてイチャイチャしたい、イエーイ違う違う、大丈夫、違う違う違う、あの目隠しして、うん、ここ触ったらこうやって触らして、うんうん、そこがどこの部位かっていうのを当てるゲームです。当てるゲームね。海外とかだとタッチマイボディチャレンジとかいうゲームらしいんですけど、うん、それをちょっとやってみたいと思います。はい、はい。ひょにょ。どっちが目隠しでどっちがやられる方？じゃあまず、うん、俺が目隠ししようかな。じゃあ見えないよね。うん。じゃあどこか触らせればいいのね。うん。じゃあどこから行こうかな。じゃあちょっと。うん。怖いな。怖いな。ここから行きたいと思います。え。あ。はいはいはい。じゃあ答えます。うん。どこでしょう。首？ブー。おもう一回いい。うん。もう一回本当に分かんないな。はいはい、ここの部分、あー正解、あ正解、イエーイ、二の腕です。難しいと思う、結構分かんない。うん、え次は俺、うん、いいよ、うん、じゃあ亮の番ね。うん、どうしようかな。はいはいはい、ちょっと待ってね。うん、いきまーす。はーい。ん？もう一回。もう一回？うん。どこだ？もう一回？いや、ちょっと行きます。はい。ふくらはぎ。違います。あら。もう一回？もう一回やって。なんか硬いんだよな。どこだろう？太もも。違う。え、違うの？違う違う違う。終了。え、これもう、まだ答えていい？いいよ。じゃあもう一回いくね。うん。お腹？お腹。正解でーす。ああ。お腹でした。なんかさ、なんかちょっと硬かったからさ、うん、ちょっと筋肉質なところかなと思ったけど。はいはいはい。お腹でした。お腹だったんだ。そう。じゃあ次はどうする？次は、うん、じゃあ、翔ちゃん。僕ですね。うん。はい。はい。そしたら、ここ行きたいと思います、ここ。ちょっと待って。あ、はいはいはい。わ、はい、かりました。はい、唇。え、ブー。違います。わかんない。ここよ、ここ。あ、お、はいはいはい。はい、なんどこですか？耳。はい、正解。え、もうここね、耳たぶ。ああ。ああ、なるほど。目の情報ってすげえな。うん、確かにね。よし、じゃあ次、うん、やっていこうと思います。お願いします。普通にね、びっくりしてる。ここに集中してたからさ、ここに。びっくりした。そうじゃあ、もう一回。はい。なんでよ。ひょにょ。じゃあ今度、うん、俺。はい。はい。いくよ。不意に来るとびっくりしない？うん。もう一回もう一回。慣れてた。ここにしよう。ここにしよう。わかるかな？うん？腕？
内側。もう一回ちょっと一回、腕じゃないの？腕じゃない。腕じゃないの？うん、腕じゃない。足？足のどこでしょう？足のここら辺とか。あ、まあまあまあ惜しい。まあそこら辺よ、すね。あ、すねね。すねでございました。なるほどね。あ、多分ね、ここわかりづらいかも。よし、決まった。うん、わかりづらいよね。うん、え、首？あ、正解。おお、すごい、うん、当たった。ほっぺたかなとも思ったんだけど。あー、はい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 、首でしたね。確かに、うんうんうん。あ、全然違う。うん、終了。なんか体のさ、はい、どこ触るのが好きとかある？お尻とか。あー、お尻？お尻触るの好き？お尻触るの好き。俺こことか好き、この二の腕。あ、そうなんだ。うん、うん、あと翔ちゃんのね、この下唇がね、すごい気持ちいいの。そうなの。そうで、多分これ動画では、うん、ちょっとできないんだけど、うん、よくいつもやるのは翔ちゃんの口、下唇をパクって加えるのよくやる。あれめっちゃ気持ちいい。難しいから。耳たぶ好きな人も多いよね。ああ、確かに。俺結構ね、あの、耳たぶ分厚い方だからね、うん、気持ちいい方だと思う。触ってみて。確かに。気持ちよくない？うん。耳たぶ大きい人の耳たぶ買う気持ちいい。うん、自分でも気持ちいい。あ、はい、あ、でも翔ちゃんの耳たぶも気持ちいい。うん。柔らかい。うん。というわけで、今回は、はい、チーマイボディチャレンジ、はい、をやってみましたー。いかがだったでしょうか？目隠しさせて、うん、急にチューするとドキッとするっていう、うん、確かに分かった。はい、しょうがない。はい、ここら辺にしたいと思います。はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。